どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。はい、この配置皆さん結構見るんではないでしょうか。なんか下から行ったらなんかはめられてるような感じのベースでございます。さあそして編成を見てもらいましょう。援軍にゴレ1が入っているのでゴレ2に、裏ホグではない、まあゴレホグなんですよね。まあゴレホグなんですよ。早速見ていきたいと思います。まずですね、こちら援軍を釣り出しする際にバルーンを1体ですね、はい、1体ですね。ここは1体で十分だと思います。やはりその対空を攻撃できている施設がないのでバルーン1体でしっかりと援軍を釣ることができています。そして、サイドからですねバーバリアンで釣っていくという形なんですけれども、私も結構やるんですけども、こう釣りつついきますよ。釣りつつバイバイ、釣りつつバイバイするんですよ。そして、ネクロセットっていうんですかね。あ、ちょ、バーバリアいないですけども。ネクロで処理していくという形になります。さあ、ここで3時と5時にゴーレムを出していきました。ですね、やはりここでですね、ウィザードとか出していくんですけれども、この後に出すジャンプの呪文の位置に、注目していただきたいです。さあ、ここでですね、もう全部のユニット、ホグライダー以外ですね、さあ、ここでジャンプの呪文を上ラインに打ちました。やはりこういうベースというのは、下に反れるんですよね、どうしても。なので、ここのアーチャークイーンの処理と、しっかりと上に押し上げていくことによって、しっかりと中心部にもバーバリアンキングとか、スケルトンが入ってくれるので、ここ上にしたことが非常に重要でしたね。ここで私今見れてませんでしたね。ホグライダー16体でございます。ここのヒーリングの打ち方もやはりうまいですね。やはりそのホグライダーがいるところにヒーリングの呪文を打ちたいんですけれども、やはりその、ホグライダーをが、行く場所をですね予想して目先に打つということが重要となってくるかなと思います。さあこの時点でもうネクロマンサーが生きてくれているので非常にあもうこれは頼もしいですね。はい、中心部にももう完全に制圧されてますね。ということでもう一度ですねホグライダーの動きに注目して見ていきましょう。はい、まずはですね、まあここら辺はちょっとね先ほど結構詳しく見たので、飛ばしていきたいと思います。はい、早速見ていきたいと思います。ここ援軍処理をしているタイミングですね。さあここで、ちょっと上ら辺にフォーカスを当てつつジャンプの呪文を打って、そうですね、ここでヒーリングをかけるんですけども、まずレイジをかけるんですね。やはりホグライダーとレイジの組み合わせというのは本当に恐ろしいです本当に。さあここでもですねやはり先ほど言いました通りヒーリング非常にうまいですね。まあ、ということで今回は、まあ、このようにして、まあね、一個のリプレイだとやっぱりその、イメージ湧きにくいかなと思うんですけども、やはりこの配置非常に流行ってるので、ぜひとも皆さん真似してですね、これ結構、片面に、この動画をですね、例えばパソコンで流しながらこういう攻め方すれば、まあ、基本的には、星さんいけるんじゃないですかね。まあ、ノウハウとしては、その、こういうベースは下に反れるので、上ら辺にジャンプを打つということで、すかね。あと重要なのは、まあ、ネクロマンサーの処理方法バーバリアンで処理しちゃうっていうやり方が、まあ、結構それも時間短縮にもなるかなと思いますね。編成が非常に強いということで皆さんどうも、ぜひでもですね真似してみてください。ということでご視聴ありがとうございました。